パルプマガジンに描かれた囚われの姫君、ダムゼル・イン・ディストレス。または、囚われの姫、囚われの姫君、苦難の乙女は、映画、小説などで多用される、危機に陥る女性のキャラクター類型、モチーフ。略称は DID。複数型で表記する場合もある。なお、英語のダムゼルは、若い未婚女性の意。ホイット・スティルマン監督の2011年公開のアメリカ映画に、 ダムゼル・イン・ディストレス・バイオレットの青春セラピーがあるが、これは大学を舞台にし女子大生たちを主人公にしたコメディである。ギュスターブ・ドレによるアンドロメダ神話類型はアンドロメダ型神話の英雄譚に多く登場する。DID は若い未婚の女性である場合が多い。英雄が救出する対象としてのモチーフであり、有名な例としてはアンドロメダ、クシナダ姫などがある。 この類型は中世の物語から現代の小説、映画、漫画アニメなどにも引き継がれている。こうした女性は若く魅力的で悪巻、怪物、異星人などにさらわれ危機に陥ることが多い。多くはその際に縄や拘束具で縛られ、あるいは檻に入れられ、または監視付きの軟禁状態で自由を奪われていることがほとんどである。救出された場合に、 主人公と恋に落ちることも少なくない。西部劇などで多く見られた、こうしたヒロイン像は、その後の活劇にも様々な形で用いられている。DID は極めて多様される類型であるため、現実世界の事件を重ね合わせてしまうことがしばしば起こる。その典型例は、イラク戦争でのジェシカリンチ救出劇である。アメリカでは、報道が加熱し、 D.I.D. 的な t v 映画が制作される騒ぎまでになった。ゲオルギウスのドラゴン退治人物類型としてのダムゼルインディストレス及び危機に陥った女性というシチュエーションに対し、著しい興味を惹かれる人々が存在している。多くの映画やテレビドラマなどでこうした場面が登場するが、ジョン・ウィリーやアービング・クローラが出版した多くのボンデージマガジン、ボンデージコミックは、 こうした思考をよりフェティッシュなものへと昇華させた。1950年代に彼らの出版した雑誌、ビザールなどには衣服を着たままで拘束される美女が多く、乗せられダムゼルインディストレスのみを切り出していた。ありがとうございます。